にちは。希望の党代表の松澤茂文です。皆さんお元気ですか？今日も元気よく希望の即答、皆さんからの質問に即答するというコーナーでありまして、ネットを通じていろんな質問を挙げていただければと思います。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、行きましょう。はい、視聴者の皆様を代表して私、松澤が質問させていただきます。はい、まず最初の質問です。池袋で80代の方の暴走事故がありました。地域差や個人差もあり、いろいろと考えなければならないことが多く、高齢だからと単に免許返納を迫れば良いわけでもなさそうですが、松澤さんはどう思われますか？いやー、本当に悲惨な、ね、交通事故が特に高齢者ドライバーの暴走で結構続いてますよね。そうですね、結構ニュースになっておりますね。これね、本当どうやってこれを抑止したり防止したりするのか難しいけれども、まあ一番大胆にエイヤーっていうのは、はい、もう年齢制限しちゃうってこと、ね、要するにあの車は18以下はダメでしょ。そうです ね、これはまだ幼すぎるということですよね。はい、はい、だから逆に言えば80以上はエイヤーと、エイヤーでもう自動車の運転はダメですと言ってしまうのも言ってしまって、そこは他の手段で動いてもらうというね、はい、ことにするのが、まあ、一番ダイレクトなやり方だけども、これには反論も多いと思います。そうっていうのはまず80って言っても個人差がありますから、はい、もうちょっと足腰も弱ってね、なかなか歩行すら困難な人もいれば結構ピンピン働いて、ね、頭脳面積中人もいますよ。そうです ね、だからそれを一律全部80超えたらダメだっていうのは、これはもう不平等じゃないかと、うん、ね、人権問題だって言って反論もあるでしょ。ありますし、ね、特に足とかが悪い人ほど使いたくなる。その通りですね、交通手段だからね、車は、はい、だからこのやり方はちょっと大胆だけども効果はあるかもしれないけれども、あまりにも人権やその、ね、体力を無視したね、はい、やり方でこれはちょっと国民の賛同を得るの難しいと思う。そうするとじゃあ他何でやるかというと、うん、まず一つは技術進歩っていうか技術力でね、技術力、例えば赤信号と連動して、ね、ブレーキが自動ブレーキが起きるように車を改造する、はい、あ、交差点に入ってもう黄色になったらもうブレーキをあの本人が踏まなくても自動ブレーキ、自動的に止まる、ね、そういうあのブレーキに全ての車を、ね、にあの積んでいくと、そういう技術革新するまでとか、そうそうそう、だ例えばね、確かスバルのインサイトかなんかはもう全車装備ですよ、自動ブレーキが、はい、赤信号にも多分反応するんじゃないかな。あ、そうなんですね。そういう技術はもう出てるのね、はい、でただ問題は信号のある交差点は抑止できますよ、これ、うん、ある程度事故をね、ただ今アクセルとブレーキ間違えて急にコンビニに突っ込んじゃったりね、よくありますよね、そう、駐車場でコンビニで、そう、止まろうと思ったらアクセル踏んでてガーンと突っ込んじゃったり、だからそういう場所ではそれは対応できないわけで、ありますね、バックしようとしたら前に突っ込むとか、だから、まあ、もっと究極の技術革新は自動運転をどんどんね発展させて、要するに人間に車を運転させないようにするわけですよ。いや、まだ20年ぐらいは、まあそうだね、でも今の例えば 5G とかセンサーとかね、こういう技術をどん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 進化させていけばかなりの走行は自動運転でできるようになる。なります、ね、そうすると人間が運転しないんで、まあもちろん機械だってこう間違いはあるかもしれないけれども、はい、今のような悲惨な、ね、事故はなくなる。この技術力でやるっていうのが一つですね。そうですかね、うん、まああといろんなやり方があるけれども、これは何か特効薬があるんじゃなくて今言ったようなね、うん、少し、体力的な免許の更新のタイミングを短くするとか、なんかチェックの仕方をもうちょっと、ね、例えば80代になったら1年ごとにね、あの警察に行ってもらって、はい、ちょっと身体検査やこの意識の検査をね受けてもらうなんていうのもあれですよね。まあ、それとあと技術力、あるいは交差点のその道路の改良とかね、まあ遠回りかもしれないけどペデストリアンデッキ方式にしてできるだけ横断歩道をなくす。あね、まあ、歩道橋は今昔作りすぎちゃって今また横断歩道に戻してるっていうけれども、そうですね、できるだけ車が通る空間と歩行者の空間を分ける、うん、そういうその道路改造みたいなところも必要だと思って、これはいろんな方法を
掛け合わせるしかないと思いますよ。そうですね、複合的にいろいろやっていって、うん、そうそう、一発で全部解決するって技術力が進歩するのを待つっていう感じですかね。その通りです。はい、まあ国会でも議論しなきゃいけないですね。そうですね、あまりにも悲惨ですよね。活発な議論が求められますね。はい、はいはい、続いての質問でございます。辞職を表明した堺市長のような政治不信を助長する出来事はなぜなくならないのでしょうか。どうにかして選挙で選ぶ際に見破れないものでしょうかという質問です。これ堺の市長さんをね、私かばうわけじゃないけど、最初から悪いことをしようと思って政治資金 の、はい、報告をね怠ったのじゃ僕はないんじゃないかと思ってる。政治家になるときはそうではなかった。そう、ただあまりにも素人の会計担当者にしちゃって、はい、なるほど、その人が公職選挙法とかね、うん、あるいは政治資金規正法とかを勉強してないで、まあ適当に出しときゃいいんだろうというようなノリで出しちゃって、はい、後で気づいたら大変なことになってたというのかもしれません。だからこれはですね、まずその選挙の会計ですよね、公職選挙法が政治資金規正法の会計に詳しい会計士さんとか、はい、そういう人が会計責任者にならなきゃいけないとかね、うんうん、まあ、でもそれだとまたコストもかかるわけですけどね、うん、でもそれぐらいにきちっと管理する方法にすれば、はい、今回 の、 なんていうか事件を防げたかもしれませんよね。でね、驚くのは市長さんクラスでね、2億3000万 の、 その、はい、記載ミスがあったってでしょ。これが2億3000万ですか。すごいなと。だから他の政治資金全体のよりはもっと大きいわけで、ミスがあっただけで2億3000万、一部を取って2億3000万。そうそうそう、だからそんなに資金力、大変資金力になる商品だと思って僕なんかじゃ想像つかないぐらい、ね、羨ましいです。羨ましいけどね。でもやっぱりこういう政治とお金の問題は適当にやってね、どっかで悪さしてんじゃないかというふうに思われるのが一番政治不信を生みますから。みんなやってるように見えますよね。そうですね、だからやっぱりきちっと会計士さんなんかをね、会計責任者に据える、あるいはそれを、まあ、法制化するぐらいの改革は必要じゃないかと思います。なんかそういう、例えば松沢さん議員になられた時とかで、はい、そういうのを教えてくれる方とかなんかいたんですか。あ、でも会計士さんに相談しますよ、いつも。あと、あるいは税理士さんとか、はい、そのなんかちゃんと相談しないといけないとかいうのをちょっと最初からそのレクチャーしてくれる先輩みたいな、なんかこれは気をつけとかないといけないとか。います、支援者もたくさんいますし、はい、税理士さんでもいますし、はい、それはボランティアでも協力してくれる人もいるし、 なるほど、あるいは秘書さんに会計士の資格を持ってる人、はい、税理士の資格を持ってる人を入れて、はい、その人が政治資金を管理するっていう事務所も国会じゃたくさんあります、はいはい、うちもそうなんですよ。あ、そうなんですか。はい、うちの秘書もその資格を取りましたんで、まあなんか結局はなんか本、うん、ご本人のなんか意識の持ち方な感じもしますけどね、こういう。そうですね、そうなんですよ、本人がやっぱり、うん、の意識でかなり改善できる問題ではあります。そうですね、どこかちょっと細かいところで、はい、そうですね、そうですね、はい、了解いたしました、はい、では続いての質問に参ります。はい、どうぞ。今年のゴールデンウィークは長いですけれども全く予定がありません、うん、仕事もなくて稼ぎも少なくなります。休みが多いのも考えものだと思いますがいかがでしょうか。僕も賛成休み長すぎるよこのゴールデンウィーク。10日でしょ。10日です、ね、だからこれね、お父さんお母さん休みでね、あ違った、保育所なんかどうなるかとかね、はい、そうなってましたよね。預ける場所がない、お父さんは働きに行きたくても保育所が休んじゃってると子供どうするんだと、預けられないこともあるし、だから休日が長すぎるっていうのはまたいろんなその不満とかトラブルも生みますよね、はい、それで私はねホリデーを増やしちゃうっていうのは、はい、ホリデーにしないと休めないからでしょ。あ、ね、事業者や会社やってる人はじゃなくて有給をもっときちっと取れる、うん、ね、有給っていうのは権利なんだから、有給を取る環境ができてないからそうホリデーを増やしてしまうっていう、だから有給を取れる環境を作ってあげれば、はい、結構長期休暇も取れて、はいね、まあ、ただじゃあ子供たちが学校で有給取れるかっつったらそれも学校欠席になっちゃうから、はい、そこでどっか旅行に行く場合なんか難しいとこあるんだけ ど、 なるほど、もう少し有給を消化させるね、はい、社会風土を作る、はい、有給で取っていくとなんかあいつサボってるみたいに思われたり ね、 そうね、またして白い目で見られるところも職場であるってきますから、まあ、そうすればここまで休日を強制的に増やす必要ないですよ。で有給を自由に取った方が休暇が分散するのね。
交通渋滞。そうそう、今回みたくゴールデンウィークを、まあ、とにかく徹底して10連休にするとなったら、もうこの期間は空港も道路も観光地ももうちょっと二度と行きたくないぐらいに人混んじゃうと思いますよ。そうですね。でも渋滞だらけで、ね、目的地に着かないとかね、はい、だから僕はこのやり方は賛成ではありません。ないですか。有給を消化できる社会風土を作って、はい、休日はあまり増やさない。うん、だって土日休んでると多いわけでね。そうですね、うん、そう思います。ちなみにゴールデンウィークのご予定は。いやもう選挙も近いんで街頭演説もやりますよ。やりますよ。それで事務所もあの昔真ん中を休みにしないカレンダー通りで、あそれで休日も出る秘書もいます。はい、はい、ただまああのみんなうちのスタッフも少し家族サービスもねしてほしいんでお休みも休むところは休ませます。なるほど、はい、政治家の方はあまりお休みがないという、そうです、そういう感じですね。はい、はい、では次の質問に参ります。はい、先日の選挙では法定得票数に届かずに落選のケースが千葉や香川であったようです、はい、立候補者が定数に届かず無投票なら全員当選の扱いなのに投票があればこんなこともあるなんてちょっといろいろ難しいですねっていう、そういうご質問です。なるほど、これいい指摘だね。はい、ね、結局あ無投票選挙になって法定得票率いかない人はね、これ自動的に落選なわけです。例えば4人当選するって場合でも4人その得票率ある程度いってないと落選になってしまう。そうです、そうです。え、4人当選するというよりも法定得票率いってないと、もう一番低下の方だから それでもそれは通らないわけですね、はい、でも無投票で定数しか立候補者がいなかった、はい、あるいは定数割れしちゃってた、はい、という場合は全く選挙をやったら法末候補になるような人でも当選しちゃうという、この矛盾のこと言ってるんだよね多分。そうですね、はい、いやこれ本当に大きな矛盾。あ、でそんな仕組みがなってるんですね。そうそう、だからこれ解決するにはですね、やっぱり選挙全体をね変えていかなきゃいけない、はい、で私はこの前の時も言ったかな、選挙休暇ですよ、はい、サラリーマンの、あで要するに多くの人はサラリーマンが多いわけですね、はい、で選挙に出るにはお金もかかると、はい、それで思い切って出ちゃったけど落選したらもう仕事辞めて出ないと、はいね、選挙出れないから。そうですね、で落選したらまた最終職からやらなきゃいけないし、はいね、それでみんなそんなリスクを負えないって言ってサラリーマンの方選挙出にくいんですよね、はい、だから例えばこれ公職選挙法で、企業はその従業員がね選挙のために1ヶ月なり、はい、お休みしたいと、はい、いう場合はもう民主主義国家を守るために、はいねうん、例えば有給でっていうのが一番だけど、まあ、無給でもいいんだけど、うん、あの休ませてあげると、はい、でそれで起こった場合はまた復職ができると、はい、そうなればリスクがぐっと減るよね。立候補者とも増える。そうすると立候補者絶対増えますよ。だって私はもう一言ねもうこの町について言いたいんだけど、まあ、仕事もあるしね、うん、な選挙のために仕事辞められないし立候補まで行かないよっていう人たくさんいると思いますよ。うんだそういう人が出やすいね、はい環境を作るっていうことですよね。あの面白そうな意見がありまして、はいはいうん、無投票のところは次は議員定数減らすのどう、うん、それもあります、それもあります。ただこれ憲法でやっぱり人口比例で議員は選ぶってなってるんでね、やっぱりそこは憲法違反という指摘が出ちゃいますね。そこは現状難しそうな感じ、うん、であとそれに関連してオーストラリアのようにあの選挙権を行使しないと、はい、罰金がある国もある。あ、有権者側に罰金という形、行きなさいと行かない場合は選挙はね、はい、選挙権というのは義務であると同時に国あの権利であると同時に国民の義務なんだから義務を果たさない人は罰金ですよとかね。 あるいは何回か連続して選挙に行かない人は、はい、公民権停止、はいはいねはい、そういう罰則、お金じゃなくてね、はいうん、そういう罰則があってもいいのかもしれない。あまあ、でも選挙っていうのはあくまでも自由意志でやってもらうもので懲罰的に行かせるというのはそれも行き過ぎだという意見もあるんですね。根強そうですね。だからそこまでの制度はできないということなんですよ、はい、なるほど、うん、でも選挙休暇制度ができればガラッと変わると思いますし、はい、あともっと言えば兼業ができるようにする。兼業、ね、あの市区町村会議員だったら、ね、あの市役所も身近でしょ、はいね、だからそこに行って議論すればいいわけだから、例えば土曜日とか夜に審議するんですよ、はい、そうすれば昼間サラリーマンでウィークで働いてても土曜日は夜に審議だったら議会に、ねはい、行けるでしょ、はい、でそうすれば兼業できるわけですよ、はい、
ね、だから僕は木曽自治体の市区町村会議員あるいは地方議員は兼業 OK とすればなり手増えると思います。そういうだから政治に参加しやすい、ね、あるいは議員になりやすい環境を作ってあげればこういう、ね、無投票になるような結果がなくなるわけですよね、うん、ただあのなんか政治家の方はただでさえ忙しいっていうイメージはあるんで兼業って成り立つものなんですか？地方議員さんなら可能だと思います。あだって地方議会は年に4回なんですよ、はい、今年に4回、うん、で1ヶ月ずつぐらいだから平均すると4ヶ月ぐらいなんですね、はい、あとは、まあ、もちろん政治活動でねいろんなところ視察に行ったりあるいは講演会をね作ったりってやってますけれども あんまり地方議員が僕プロ化するのは良くないと思ってる。なるほど、うん、アメリカなんかは完全に兼業ですよ。あ、そうなんですね、はい、そういう国の方が多かったりするんですね。アメリカなんか州議会でも、はい、議会は1月から3月までで、はい、で3月から12月まではないんですよ。だから自分の仕事やってますよ。最初の3ヶ月だけ。そう、だからそこで予算があるからね。あ、なるほど。そこで予算を議論するのが議会だということなんですね。あ、はい、それぐらい柔軟にやった方がいいと思います。あんまりね、市区町村会議員までプロ化するとなったら高い報酬払わないと嫌だとかになっちゃう。報酬問題は結構あるんですね。報酬問題ありますね。そうですね、わかりました。はい、では続いての質問でございます、はい、コンビニの24時間営業の見直し問題について、私は夜型なので24時間だとありがたいです、とはいえオーナーの負担もあるので強く言えませんがどうするのが良いでしょうか、24時間問題です。これも難しいですね。私はそこは柔軟にね、はい、例えば24時間の需要があるところ、ね、例えば都心部、繁華街、そうですね、そういうところはコンビニだって開けといた方が儲かるわけだし、ね、あと繁華街っていうのはやっぱりあの犯罪も多いから、はい、ね、コンビニなんかが明るくて駆け込めると ね、はい、ね、もあるわけで、それとあと、まあ、人も集まりやすいから人がいなくて店が回らないっていうのは比較的ね、うん、地方に比べたらいいのかもしれない、深夜までやる。まあ、儲かるなら20時間でオーナーさんもやりたいっていうところですよ ね、 そうですね。ただ郊外とか地方に行って、うん、ほとんど夜なんかお客さんいないのに、はい、開けなきゃいけないというのはですね、はい、僕はやりすぎだと思う。それはだからそこはあくまでもオーナーがあれですね、フランチャイズ制だったら本店とね、はい、交渉して、うん、やはり自由度を認めていくというところだと思います、はい、ただ最低限開けとく時間、はい、うん、例えば6時から11時、セブンイレブンだったらそれこそ7時から11時は全て空いてるってなると、そうすると今度いろんな、例えばあれ税を納めたりさ、そういう機能がコンビニはあるでしょ、社会インフラとして役割はありますよね。役割があるので、その時間はそこらが機能するわけですよ、はい、住民も使いやすいですね、役所より長い時間空いてるし、はい、でそういうやはり最低限のオープンの時間っていうのは決めといてもいいんじゃないかと思いますけどね。あとは僕はその町のいろんな条件によって考えていくべきだと思います、はい、全部が24時間じゃなきゃいけないとかね、うん、じゃなくて、うん、やっぱ例えばコンビニの本部側としてはやっぱ長く開けてる方が儲かるっていうことなんですね、うん、ロイヤリティの売り上げに対してってことなんです、それともう一つは流通なんですね。はい、トラックでおにぎりとかね、いろんなものを運ぶでしょ。その時に夜の方が効率いいわけです。そうですね。それで駐車もできるんですよ、夜。はい、で駐車もできて道も空いてるから、短時間でね、セブンイレブンの支店をダダダダダって回って、はい、ものすごく効率がいいわけですね。その時空いてないと困るって。その通りなんです。そういうだからネットワークを維持するためには。24時間でやった方がやりやすいというのがあれですよね、コンビニ側の論理ですよね。そうですね、はい、ちょっとそこの折り合いがなかなかつけるのがすごく大変そうな感じなの で、ね、まあ、ただコンビニっていうのは多方面な多機能があって、物販をするというのもあれば、さっき言ったようにいろいろ税金とか保険を納めることができるとかいう、ね、はい、社会インフラの機能もあれば、あるいは防犯対策、夜明るくて、うん、もし女性が、ね、歩いてて怖い目にあったりしたら逃げ込むことができるとか ね、はい、でね、こういう防犯の意味もある。ただ夜まで空いてると、ね、カツアゲにあったり、うん、あるいは、現金をね、はい、泥棒が入って脅し捉えたりするという危険もあるわけだよね、はい、ちょっと最近、うん、あんま聞かないですけど、コンビニの前で
タブロして、タブロするっていうの、今はあるんですかね。まあ田舎の方行くとしゃがんでタバコ吸ってる未成年が結構いますかね。不良少年がいるというところもあるみたいよ。はい、はい、あるみたいですけどね。ちょっとそのそうですね、そうですね、はい、ちょっとコンビ問題なかなか、そうそう、なかなか難しいですこれは。はい、はい、続いての質問でございます。はい、平成最後の希望の即答ですね、平成を振り返るとどうでしたかっていうのとか、そんな質問、平成ね、もう平成終わりますが、はい、松沢代表にとって平成はどんな時代でしたかとか、そんな感じの質問来ております。私ね、昭和63年に県会議員に初当選して、それは昭和ですね。そう、はい、平成5年からずっと国会議員やったり知事やったりしてるんですね。はい、だから私の政治生活というのはほとんど平成、ほぼ平成ですね。ほぼ平成ですね。はい、で、平成はまず平和だったのはね、はい、平和の平中も入ってるし、はい、ね、あの安らかに平らになる時ですね、平成はね、はい、は事実だと思います。これはありがたいことですよね。はい、ね、戦争だとかなかった。ないですね。うん、ただ、はい、自然災害はすごく多かった。自然災害は平じゃなかったですね。そうなんです。あの雲仙普賢岳の、はい、ね、土石流、化石流のね、大災害があって、うん、阪神淡路大震災があったでしょ、うん、それから東日本大震災もあったし、熊本の震災もあった、はい、それからあの台風でね、はい、もう関東も被害になったし、もう中部四国なんかも相当被害、ね、ですからもう、うん、毎年のように災害がに襲われた時代だったなという、何らかしらあったイメージがありますね。ただね、地震なんかは周期節もあるんだけど、うん、最近の台風ですよ、はい、とかはこれ地球温暖化ですから、これからはもっともっと増える、異常気象によって、異常気象です、ちょっとルートが日本上、そう、ゲリラ豪雨とか台風は地球温暖化、はい、あの海の温度が上昇して、台風なんかは北に行けば行くほど大きくなっちゃうんですね。はい、うん、だからこれはこれからも増えるんじゃないかなと、うん、まあ災害が多かったということと、あともう一つは経済的には停滞してたということです。経済停滞ですね。あの平成でね、4回景気がガタンとした時があるんです。4回もあるんですか。はい、でそのうちの2回は、ね、自然災害ですよ、ね、あのなんだ、東日本大震災と神戸の地震かな、はい、阪神大震災、ね、阪神大、はい、あのあと景気が悪くなったんです、はい、で後の2回は何だと思う。バブルは、あれバブルは、まあ、リーマンショック、リーマンショックですね、リーマンショックですね、一、はい、つはもうあと2回あって、それは消費税を上げた時なんです。あ、ね、3から5に5から8にと2回上がってますね。そうそう、実はそうなんです。だから、まあ、そういう意味では経済政策、消費税上げるっていうのがいかにね、経済成長と両立させるのが難しいかですよね。だから今安倍さん考え始めちゃったんじゃないですか。ちょっと今本気に考えてる感じなんですか。でもどうなんですか、本当にこれから例えば中国の経済がおかしくなる、はい、アメリカと中国の貿易摩擦がちょっとひどい方向に行って世界経済がおかしくなった時に、はい、果たして消費税上げできるかどうか、できるかどうか、これは僕はまだ分からないと思ってます。でもあと5ヶ月ってもう切ってます。もう選挙もあるしね、はい、もうこれは6月までにはもう結論出さないと、どうするか決めた上で、うん、それで安倍さんの側近はね、はい、もう消費税上げないというのであれば総選挙で信を問わなきゃいけないなって言ってますからね、はい、だから、そう、うん、だから本当に経済政策が難しい、そして、うん、要するにずっとデフレが続いちゃったってことですね。まさか選挙前でなんかやっぱりあげませんみたいな感じで言って人気取りするパターン、要するに前回と同じじゃないですか。ね、またそしたら安倍さん、何と消費税上げるって言ってあげないって言ってね、狼少年じゃないもんこれ。だからそうすると安倍政権の大失態ですよ、これ大失点。はい、そうなっても大失点ですし、ね、そうするとね、安倍政権って長いことやってた割には何もできなかったと、つまり消費税上げも3回できなかった、ね、あるいは憲法改正もやり得るって言ってとうとうできなかった、はい、あるいはロシアとの北方領土の、ね、平和条約もあったってできなかったと、うん、なっちゃいますよね。だから安倍さんにとっても正念場だと思います、正念場、このね、2、3ヶ月は、うん、はい、なるほど、はい、ちなみにあの政界、平成の政治世界はいかがでしたか。いろいろな内閣とかも浮き沈みあって、うん、混乱しましたね。政権交代も細川政権の時と民主党政権の時2回あった。細川政権も平成ですか。平成95年、6年ぐらいとかですかね。あ、そうですね、そう、95年ぐらいだから平成でしょ、はいはい、だから日本の
自民党一党支配はずっと続いてると続くと思ったんだけども、平成で2回ね政権交代したんだけど、そう平成ただその細川政権、民主党政権が全く期待に応えられなかった、はい、新しく政権交代したのに、はい、だからますますやっぱり自民党じゃなきゃできないのかなと、はい、いう雰囲気になってしまって今を迎えてるんですね。そこの揺れ戻しみたいな感じ、うん、だから我々野党がもう少し頑張らないと政権交代が政治の進化につながらない、はい、政治のなんかねマイナスになってしまってる。当時あの、はい、新政党とかおられてたんですか？新政党にいましたよ、はい、僕だから細川政権の時も経験しましたよ、はい、あそうなんですね、はいはい、その時ちょっとどんな感じだったんですかっていうちょっと、いや細川さんのスタイルのいいね、はい、総理大臣にしようって言って小沢さんがね、はい、裏で画策してあの時7党ぐらいが連立政権を作ったんですよ、はい、まあ、それはそれで画期的でした。今までは自民党一党支配しか政治はないのかなと思ってたの、はい、でもやっぱり7党一緒になってもね中がごちゃごちゃ、それで政策も選挙が終わって、はい、7党を足せば自民党より多くなるじゃないかって急に生まれた政権だから、はい、その政策の準備が全くできてなかったんですよ。あ、ね、はい、何をやるのか、はい、ね、あるいはそのための合意ができてるかといったら、だからもう何やるたびにも意見が分かれちゃって、はい、ガタガタになっちゃって、それで まとまりがなかった。それで、その NATO に排除された自民党と社会党がまた自民党と社会党が連立組んじゃって、はい、またひっくり返されたと、はい、こういう混乱の時代でしたね。いやすごい時代ですね、今考えますと、でもやっぱり今振り返ってみるとやっぱり混乱の方が大きかったね。大きかったですね、そういう時代でした。いやただそこでうまくいってたら、はい、うまいこと二大政党とかいけたんでしょうね、時代とか、うん、だから野党がやっぱりだらしなさすぎて二大政党ができてないっていうことですね、はい、っていうことです。ただ僕はね二大政党がいいとは思わない。ああ そこもありますね。僕は第三極を目指してますからね、はい、自分でもない、はい、ね、左翼でもない、ね、改革の保守だと、ね、そこをうまく育てていきたい、ね、育てていきたい、はい、そうですね、はい、そんな感じで平成についてなんですけれども、はい、まあ、次もう一つ質問させていただきます、はい、スリランカのテロをはじめ海外でテロが止まりません、日本も心配です、本気の対策はお願いしますです。いや本当怖いですね。ただまあ、日本が安全とは言いませんが、やはりテロが多いところはもちろん、うん、格差の問題ね、貧富の問題などもありますが、はい、それと同時に宗教的な対立が多いところがやっぱテロ多いんです、はい、やっぱ海外の宗教一神教で、はい、非常に自分たちの宗教を絶対視して他を排他的に、ね、排除しますから、ね、例えばイスラム教、キリスト教、ね、あるいはユダヤ教、はい、ヒンズー教で、これやっぱりどうしても争いになっちゃうんですね、うん、それ入れないですね、そうやられたらやり返す、はい、だからこの前ニュージーランドでモスクが襲われた、はい、ね、だからイスラム教徒はねふざけんな、いつか復讐してやると思って今度スリランカで復讐した可能性も指摘されてるわけです、ね、なんかそういう話が本だからやっぱり中東とかね、はい、まあ、ヨーロッパとか宗教が複雑なところはそういう宗教戦争絡みのテロも多いんです、はい、で日本は比較的、まあ、みんな穏やかな仏教徒、新教徒がほとんどでね、はい、うん、キリスト教やそのイスラム教も過激化は少ないですから小さいですし、はいはい、比較的宗教的なテロは起きにくいというね、はい、土壌の違いはあるんです、はい、ただ今テロリストは人が集まるところでテロを起こして、うん、国際的にアピールするわけですよ。あ、 IS みたくね、なるほど、うん、だからオリンピックとか、はい、大きなイベントを日本でやりますよね、はい、そういうところでその報復テロみたいなのが、ね、うんうん、起きる可能性もあるので、私はまあ、オリンピックラグビーのワールドカップオリンピックとあります、はい、まあ、G20 だと大阪でね、はい、あるわけでしょ、はい、やっぱり相当な警備体制しかなきゃいけない。 でその警備体制にはお金かかります。かかりますよね。大変なこれ出費だと思いますね。警備をしたら、うん、防げるものなんですかね、そもそも。それ警備ないよりはねないよりはもちろん、それは空港でも厳しい警備があって、はい、そこで引っかかるテロリストもいますしね、はい、いますし、あるいはその警備の目が光ってると犯罪を起こしにくいですから、はい、その犯罪の実行者もかなりビビりますよね。ですから警備はそのもう警備で全部防げるとは言いません。自爆テロなんかあるわけですから。ただないとダメです、ね、ないとまあないと、まあ、できませんよ、スケール隙を働いた抑止力にもなりませんよね、いやでもオリンピック本当に心配ですけどね、はい、本当そうですね。そうですね。
なるかっていう、まあ、あとはだからこれも技術革新でね、はい、顔認証とか、あ、ね、そうやってこう一人一人のこの認証システムを IT とかね、はい、AI とかそういうものを使って強化して、それで、まあ、犯罪者をね、はい、こう割り出せる、摘発できるような技術、技術、こういうのも必要でしょうね。いやー、うん、IT 技術の革新には、そうですね、求められてますね。本当そうですね。あとは情報ですよ、はい、テロがどういうところでどういう人が集まって、あ、いろんな国で情報って共有されるものなんですか、うん、はい、そういうインターポールとかね、国際的な組織もあるんです、はい、ただ日本は情報機関が弱いですから、はい、例えばアメリカだったら CIA とか、ね、はい、イギリスだったら MI6 とか、うん、やっぱり独立国家ではあの情報機関持ってるんです、はい、日本は情報機関なし、情報機関ないんですね。ないんですね。警察の一部とか、はい、あるいは内閣情報調査室とか、はい、それから連携してやってるんですね、はい、ですからここをもう少し強くやらないと、うん、ならないと犯罪はね防ぎにくいかもしれません。うん、ここも政府の課題ですね。日本版 CIA みたいなものを作ったらどうかと。あ、ただ CIA っていうのは個人のプライバシーまで調べていきますので、はい、嫌な人は嫌がるんですね。あ、結構そういう活動が、ね、あります。もう諸外国はみんな持ってますからね。なるほど、はい、わかりました。ちょっとということで本日は以上なんですけれども、はい、ですか、はい、平成最後ということで。そうですね、皆さん、ね、平成の時代も大変お世話になりました。いよいよ来週はゴールデンウィークです。まあ、各地行楽地混むと思いますけども、まあ、家族サービスもあるでしょう、ね、お出かけする方も多いと思いますので、楽しんでください。そしてもう週が明けますと、いよいよ令和の時代と、新しい時代、ますます日本が平和で発展できるように政治の世界も頑張っていきたいと思いますので、皆さんもぜひともそれぞれの立場でご活躍ください。平成さようなら、令和こんにちは。